スマートフォンからは、電磁波だけでなく、放射能が放出されているということで、統計サイト、スタティスタに、スマートフォンから放射される放射能レベルの比較がありまして、最も放射能レベルが高い、上位15機種と、最も放射能レベルが低い、上位15機種が、グラフ化されていましたので、ご紹介します。データは、 ドイツの公的機関である連邦放射線防護局にあるデータをグラフ化したものです。ここから。スタティスタ。2019年11月25日。最も放射能を放つ携帯機種。最近はほとんどの人にとってスマートフォンは24時間一緒にいるようなものとなっている。 仕事中はポケットに入れ、電車に乗って家に帰る際にも使用し、寝る時にはベッドサイドのテーブルに置かれるのが普通だ。つまり、24時間、スマートフォンと非常に近い位置で生活している人が多いが、このようなレベルの近接性と使用法では、多くの人にとって、長期的には、自分自身の健康に、損害を与える可能性がある。 という気持ちを隠すことができない。携帯電話の放射線の影響に関する最終的な調査結果が出ているわけではないが、今回ご紹介するグラフィックは通話中にスマートフォンを耳に当てた際に最も放射線を発生する順番でスマートフォン機種を並べた。ドイツ連邦放射線防護局には新旧のスマートフォンが発する 放射線レベルの包括的なデータベースがある。このデータで設定された基準に従う。以下省略。